トリアスは、福岡県カ谷郡久山町大鮮山田にある、ショッピングモールである。1999年4月23日に、トリアス久山の名称で開業。2006年4月に現名称へ変更となった。久山町の西部に立地する。敷地面積27万4千平方メートル。建物面積約9万9385平方メートル。 店舗数約160店。東西の幅は約1トル、南北の幅は約5 0 0ルある。敷地は県道35号線を挟み道県道の東側と西側にあり、東西間には県道35号線をまたぐ2本のオーバーブリッジがかけられている。開店以来、株式会社トリアスが運営を行ってきたが、証券化など、経営形態などの変化があり。 2011年以降は、大阪市に本社を置く、株式会社 k ファが運営している。詳細については公式サイトの、トリアスショップガイドショップ一覧を参照。東方シネマズ時代の外観、東方シネマズ閉館、または、経営から撤退した劇場も参照。ただし、営業時間が異なる店舗が多いので、個別の店舗の営業時間については公式サイト等で確認のこと。 常日のように敷地の間を通る北側の県道546号線からも出入り可能敷地内にトリアス久山バス停があり福岡市方面への西鉄バスと久山町内を巡回するコミュニティバスイコバスとの乗り継ぎ拠点となっているこのバス停が設置されるまでは小川橋トリアス前が最寄りとなっていたがイコバスは元々から トリアス敷地内の大蔵前及び、生鮮市場前に、バス停に乗り入れていた。ABCDE、倉庫型小売業、コストコのトリアス久山が開業。日本食料新聞、P19、中央三井信託銀行の所有物件である。日本における、投資実績。商業施設。ラサール不動産投資顧問会社。2013年4月15日閲覧。 運営会社概要。トリアス、2012年4月16日閲覧。トリアス、久山物語。夢の始終から。夢の終わり。ネティブ。ニュース。デートマックス。2013年12月15日閲覧。地域と連携集客アップ。福岡県久山町。トリアス・座を支配人インタビュー。西日本新聞。P. 福岡県久山町に。 ユナイテッドシネマトリアス久山オープントリアスにシネコンが復活。ユナイテッドシネマトリアス久山さん、1プレオープン。遠隔会社情報を株式会社麦の穂。2015年4月11日閲覧。ありがとうございます。